はい、栗を茹でていきます。今1リットルのお湯沸いています。その中にだいたい小さじ2ぐらいのお塩、塩水で茹でていきます。1リットルでだいたい小さじ2ぐらい。そしてその中に洗った栗を入れて、はい、そしてこのままぐらぐらとだいたい40分ぐらいかけて煮ていきます。はい、今40分コトコト煮ました。で、栗の大きさによって茹でる時間は変わってきますので、まあ、40分、50分、まあ、結構しっかり長い時間茹でると後でくり抜くときにくり抜きやすいので、時間はね、まあ、絶対40分決めずに、まあ、40分から50分くらいを目安に茹でてください。で、途中お湯がなくなったと思ったら足して、栗が全部お湯に浸かってる状態で茹でてくださいね。時間になったら火を止めます。で、ポイントとしてはまずこのまま冷ましてください。いいでしょうか。で、冷めるまで待ちたいと思います。はい、冷めたので取り出していきたいと思います。よいしょ。はい、はい、そして今回は中の栗をスプーンで取りたいと思うので、もう大胆に滑らないようにして半分にとりあえず切ってください。切り込みを入れて危ないので包丁を押してただ半分に切ります。こういう感じで全部半分に切っていきましょう。かもしれないですね。はい、全部割りました。はい、ではスプーンで取っていきたいと思います。あの、渋皮まで取るとペーストが苦味が出てしまうので、渋皮は取らずにその内側だけね、丁寧に取ってください。このまま食べても十分美味しいんですけどね。はい、これを全部出していきます。はい、こんな感じ。では火入れしていきます。栗をね、鍋に入れますよ。はい、そして栗の分量の約半分の量の水を入れます。で、今回は、ベーシックに栗ペーストを作りたいのでお水なんですけど、ミルキーな方がいいわっていう方はこの水を牛乳に変えたり生クリームに変えたりすることもできます。で、お砂糖をさっぱりしたいのでグラニュー糖、こちらもお好きなお砂糖を使ってください。はい、入れてなじませたら火をつけます。グツグツと言ってる状態で5分ぐらい加熱してペーストにしていきます。はい、とふつふつ言ってきましたね。そしたら中火ぐらい、中弱火ぐらいでしょうか。グツグツ言ってる状態を保ってみてください。途中アクが出てきますので、アクをちょっと丁寧に取ってあげるとより癖のない栗ペーストができますので、ちょっとここはね、丁寧にアクを取ってください。はい、5分経ちました。見てみるとこのなんかちょっとこうトローンとした感じ、わかりますか。なったら火を止めます。粗熱を取ってペーストにしていきたいと思います。はい、粗熱が取れたのでペーストにしていきます。このままでも美味しいんです。あの、裏ごししてもいいですし、こういうブレンダーやフードプロセッサーに入れてあげるとより滑らかなペーストができますので、ちょっと今日はプロセッサーにかけたいと思います。いきます。で、一度ちょっと混ぜます。で、この状態の時に水分が足りないなと思ったら水などを足して調節してください。煮込む時間や火加減によってこの水分の飛び具合が違ってきますので、こちらはね、水で調節してください。はい、どうでしょうか。見てみます。は
いい感じにペーストになりました。はい、これで栗のペーストのベースが完成しました。はい、で栗のペーストに生クリームを入れます。ペーストの滑らかさそれぞれ多分違うと思うので様子を見ながら足していってください。本当は泡立てた生クリームを合わせると よりなんかふわっとした仕上がりになるんですけど、このそのままね泡立てずに入れても十分にクリーミーなモンブランになりますので、クイックモンブランと言いましょうかね。できます。このぐらいかな、絞りやすそうな感じの濃度にしてください。今 100g で今大さじ1ぐらい入ったかと思います。そしてもしあればラム酒を香り付けでほんのちょっと入れてください。これを入れると、ブランデーがある方はブランデーでもいいと思います。はい、でこれでもう簡単にモンブラン、お手軽モンブランできたので、今日はちょっとモンブランの絞り口があるので、星型でもいいと思います。絞っていきたいと思います。今日は市販のスポンジをくり抜いてそこに絞っていくという簡単な方法をします。あとクラッカーとかね、好きなものはちょっと土台があるとモンブランっぽくなるのでぜひやってみてください。はい、ではバニラアイスと栗ペーストを合わせます。大体同じぐらいの量ですね。全体に混ぜていきます。はい、全体が混ざったら一度また冷凍庫で固めて完成です。